よし、じゃあやっていきましょう。やっていきますよ。今日はね、予定ではこのレッドロケットのね、レッドロケットの整理をパパッと済まして、その後、ミニツマンのイベントに向かうという予定でいます。よし、じゃあ片付けちゃいましょうかね。タイヤがたくさんあるのが嬉しいですね。もう片っ端からもうね、誰に何と言われようが別に、まあ誰も何も言わないんですけども、誰に何と言われようが私はもう全てスクラップにしていきますよ。外のものは特にスクラップにしていきますよ。はい。誰にも何も言わせない。誰も何も言わないということです。前回の動画もね、非常に出来が良くてありがとうございました。ただね、やっぱりね、これはね、私のせいではないと思うんですけども、どうしてもそのね、こういうふうにゆっくり動いてるときはいいんですけども、こういうふうにゆっくり動いてるときには気にならないんですけども、早くこう、ババってなっちゃったときの、画面が、やっぱ、ジャギジャギになってしまうんですね。それは私、どうしても機械の問題でどうしようもないので、それはしょうがないんでしょうけども、まあそこはまあしょうがないなっていうことですね。そういう妥協、やっぱこのゲームで学べることは何かって言ったら、一つにはまあ妥協ですね。完璧にやろうとして、なんか途中でなんかモチベーションが続かなくなっちゃうっていうことが、最近のゲームでは特に多いじゃないですか。多いじゃないですかっていうか、多いです。多いです。俺よ。多いです。多いので、ただこのゲームは、目的がはっきりしていて、カンバーセーションなので、リスニングカンバーセーションなので、だから、ゲーム的に多少取り逃したりとか、聞き逃したりとか、見逃したりとかしても、まあいいやっていう感じになれるっていうところが非常に、だからそういう意味でも非常に、いいですよ。よし。もういいな。もういいでしょう。ね、まあパソコンまでスクラップにしてしまったのはちょっとどうかなと思ったけども、まああれも情報見たからいいでしょう。よし、終わり。よし、まあここもまたいつか人が来たりとかどうとかっていうことをひょっとしたらするかもしれないな。よし、じゃあ、あとは、そう、私が行きたいところはここです。ここですが、どうしよう。まあ、道なき道を行ってみるか、あるいは道順通りに行くかですが、そんなあえてガツガツね、その建物を探しに行くというようなことはきっとしないですね。しないです。ただ、やっぱ近くにあったらやっぱ行っちゃうかな。そうだ、ここだ、コンコードだ。コンコードも調べてなかったな。コンコードはでも、スクラップ系のやつじゃないから、コンコードに関してはただ調べるだけだから、コンコードも一通り、そうだね。コンコードも一通り調べていきますか、せっかくですからね。今日はもう、じゃあほとんどカットでもう、なんかちょっと楽をさせてもらおうかな。何これ？あ、ヌカコーラクオンタムだ。あ、こんなのあるんだ。いやー、結構いいのあったりする、ひょっとして。じゃあ気は抜けないじゃないか。楽をするとか言ってたけども、楽はできそうにないな。If there's a use to that, I'll eat my hat. I'll eat my hat. あ、これもある。あ、アドバンス。あ、そうだ。サンクチュアリのやつも忘れてたな。よし、アドバンスにしてアドバンスでやるか。レベルもさっきちょうど一つ上がったとこだし。いやー、いいですね。なんか順調的な感じしますね。これだよな。これだよな。いいよね。はい、やっちゃった。やっちゃったらもうやっちゃうよ。よし、レッツアドバンス。よし。ナイス。ちょっと手ごわいな、やっぱり。よし。またあった。またあった。結構あるな、金庫な。前回プレイでは多分こんなの全部飛ばしちゃってたんだよな。あ、よし。スウィート。スウィート。
ひょっとしてほとんどの家には入れないのか。それは楽でいいけども。でもなんかちょっと寂しい気もするな。何かある。誰か、あれ人か。人だ。なんだこれ。ちょっと待って。ちょっとセーブさせて。あ、やり直さないよ。やり直さないけども、一応何かのために。え人？違う、グールだ。まずい。これはまずいな、グ。あ、いいぞ。よし、今回連れてきてよかった。戦力というか、的として連れてきてよかった。サンキュー、コンカード。よしよし。いいぜ。まだいるな。まだいる雰囲気か。なんか音楽的にまだいそう。じゃなかった。すごいな。キャンプなんかあるのか。グールがキャンプしてたのかな。人がいたんだろうな。人がいたんだろうけど。おっと？これは人ですか？人のようですね。スカベンジャーさんか。今日はなんか落ち着いてるな。今日はなんか落ち着いてるな。もうコンカードで物を漁るのも飽きたからな。ここだな。ちょっと、マーカー使うか。うん、そう、マーカー使った方が多分分かりやすいな。そうだ、こっちだ。よし。で、なんか変な、分かりづらいかと思いますが、目的地の N と、N と緑の四角の間になんか変なマークがあるじゃないですか。その、トンカチとトンカチみたいな。あそこは、まだ見つけてない場所ですよっていう意味です。だからそこに行くと新しい場所が見つかるんですが、まあ、最初だからやってみようかな。でもこれを見つけようと思ってどんどんこればっか探していったら、どんどんサブイベントばっか起きて収集がつかなくなるってことは前回の、経験から知ってるんで、まあ、ほどほどにしたいとは思うんですけれども。あ、来ました。チケットエクスカペーション。あ、炭鉱場とかなんかみたいな感じ？待って、敵の気配は？おっと、なんだあれは。サリー？マティス？敵かな？敵じゃないよな。銃を下ろすのがいいですね。そうだね。銃を向けて人と話す人はいないので、このマティスさんにちょっと話しかけてみましょう。はい。I wonder how the quarry flooded. Rainfall, perhaps? Or maybe they dug right into a spring.でもごめん、本当にね、反応できない。全然わかんないんだ。Hi, looking to earn some caps? I could use a hand here if you're all done gawking, you know. 来ました、チャレンジですね。Ask for money ちょっとやってみようか。I could probably help for a few caps extra. Just had to push, didn't you? 50 caps, take it or leave it. 多分失敗だったんでしょうね。よし、じゃあ疑問。Help you with what exactly? I'm trying to fix this old water pump. Should be plenty of scrap in here. If I can get it drained out. これなんだろう？ No really って。まあ一応試すだけ試し倒そうか。No, what are you really up to here? Maybe I got some friends who like to go spelunking. Maybe I need a new hole to throw smart guys like you into. Are you gonna help or what? なんと当たってしまいましたね。じゃあマネーが無心できるのか。 I could probably help for a few caps extra. Just had to push, didn't you? 50 caps. Take it or leave it. ダメでしたね。なんでもう一回ノーリアリーができるのか。じゃあもう一回やってみるか。 No, what are you really up to here? Maybe I got some friends who like to go spelunking. Maybe I need a new hole to throw smart guys like you into. Are you gonna help or what?あ、これバグか何かかな。本当は同じやつだったら、灰色になってなきゃおかしいんですけれども、なんか明るく緑で出ちゃってますね。これは多分バグでしょう。なんか前回もあったような、うっすら覚えてますね。じゃあまあ、キャンヘルプでいいでしょうか。What do you need help with? The pump isn't in top shape, but it should at least start. There must be some leaky connections flooding me out. Think you could fix them? The leaks will be underwater.Look for bubbles, and you should find them.
はい、何か取ってこいということだ。さっき言ったのと同じじゃないか。これだ。リペアパイプス。リペアパイプスってなんだろう。え、結局何するの？これ何？これをどうかするってこと？リペアパンプス、リペアパンプスだけど、リペアパンプスわかんないよ。お前それも言うな。I'm not getting enough pressure. Some of the pipe gaskets must be letting air out and flooding the pump. You see any bubbles on the surface? You should be able to follow those down to the source of the leak. え、どうすんの？どうすんの？全然、英語で言われても全然わかんない。お、なんかあった。なんだこれは。Hell yeah.You're looking smarter already, sir. ん？何もないじゃん。何も起こらないじゃん。あ、まずい、まずい、まずい。ラッドがまずい、ラッドがまずい。ラッドが尋常じゃない。ラッドが尋常じゃない。ちょっと待って。ここは、今来るとこじゃないのかな。リークパイプがちょっとなんか分かった気がしたけど、多分水の中でやるんだよな。多分あそこの泡吹くがリークパイプなんで、やるためには水の中に入んなきゃいけないんだけども、もう今の装備では絶対に無理というか自殺行為なので、ここは後で来ますね。よし、もう、ミニツマ行こう。うん。ね、こういうことがあるからね、なんでしょう、モチベーションが下がってしまうんですよね、どんどん。あれもダメだ、これもダメだってなっちゃって、面倒くさくなっちゃってやめてしまったっていうのも一因としてあるんですね。なんだ、明かりか。明かりだ、明かりって、全然気がつかなかった。これは何だ？なぜここにこの人がいるんだ？あ、近づいてきましたね。いいんじゃないですか？あ、着いた。テンペニーズブラフ。そう、こういうのがね、さっき欲しかったんですけどね、サンクチュアリで。さあ、というわけでね、まあ、要するに人助けですね。レイダー倒すとかそんなだったと思います。これは結構やった気がする。最後までやったかどうかは定かではありませんが、結構やったような覚えがある。うん、この場所にも見覚えがある。ここ取り放題だった気がする。この野菜たちは。でも今はやめときましょう。じゃあ、叩き起こそうかね。この人叩き起こして、もっと早く起きてね。もっと、全然危機感ないじゃん。だって、銃つけて、ちょっと黙って。Bad business, that. Is there something you need my help with? Oh, yeah. I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks. Stealing food and supplies, threatening to kill us all if we don't pony up. We know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. Will you be willing to join the Minutemen once I've dealt with those raiders? We'll certainly give it a good long think. People have gotten used to not being able to count on you folks. That's not going to change overnight. よし、ということで、まあ、レイダー倒せってことだったと思います。じゃあ、早速行きますかね。このラッド値がね、かなり上がってきてるんで、ラッドアイを使いたいんですが、ラッドアイも今はそれなりに貴重で、でしかもラッドアイの効力がすごくて300、こうそう300減らしちゃうんですよ。で300がどの程度の300なのか分かんないん
だけどもまだ4つしかないんでなるべく使いたくないので今は使いませんね。 Kill the Raiders in Cabbage Assembly Plant。 どこだ、近所か。あ、結構微妙な位置にあるな。あ、結構微妙な位置にあるじゃんか。でもダイヤモンドシティよりは、ここダイヤモンドシティですか。でもダイヤモンドシティよりは手前か。じゃあ、でもここ行く間に絶対いろいろ見つけて絶対いろいろ起きちゃうな。でもまあ、いいよね。うん。いや、いいってします。じゃあここ行きましょうか。どうしよう。どっから行った方が早い。このでかい道をまっすぐ降りてった方が早いですね。この大通りに出て南下するという頭のいいやり方をしましょう。よし。ん？なんかいた。まずい。先にやっとくの方がいい。よし。いやー、よく目に入ったな。あ、道ってあれか、そうだ、道ってあれだ。道ってこれだわ。でかい道ってこれなので、別にこの、ここをそって、このすごいなんか歩きやすい道を行けるわけじゃなかったんだ。そうだった、そうだった。そうだ、これが道なんだな。ハイウェイってやつだ。そう、この下をどんどん行くような感じになるんだよな。下手に上に上がっちゃうと、確か降りられなくなっちゃった気がするな。でもアイテムとかもあった気がするから、一応、まあ、どうしよう。まあ、二度と、まあ、一期一会だからね。さ、前も言ったけども、このゲームは一期一会なんで、とりあえず言っときますか。おっと、あれは？タロットだ。あ、聞いてない。あんまり聞いてない。まずい。分が悪い気がする。そうだよね。そうだよね。ごめんごめんごめん。今はちょっと戦える体じゃないから。今は君たちと戦える体じゃないから。今はいいです。ごめんなさい。またこれも動画に残して、またいつかベンジェンスをします。お、なんか来た。なんかいるのか。なんかいるんだ。絶対いるわ。なんか聞こえたもん。ん？気のせいか。ちょ、怖すぎる、このゲーム。ちょっと、やっぱ大きい道を行き、おもういいじゃん、もう。もういいじゃん、もう。大きな道をやっぱ行きたいな。お、失敗だったかな、このルート。全然道に見えて道じゃないっていうね。道に見えて道じゃないっていうね。まあいいや、しょうがないや。全然歩きにくいし、敵も普通に出るしで。ろくでもないな。あ、なんか人の気配がするけど。友好的な住民であってほしい。いいよね、大丈夫だよね。あれ、なんかいるのか。あ、なんか死体な予感、死体な予感。死体でした。うわ、殺され、スカベンジャー殺されてばっかじゃん、もう。お、なんだ、なんだ。おお、やってる。やってるね。やってるね。何がいたの、何がいたの。あ、犬か。そうで、犬の肉、このさっきの犬じゃなくて、もうちょっと強そうな犬の肉が、いい感じに、ラッド値を下げてくれるっていう、料理の材料になってた気がする。この辺にはいないんだよな。この辺にはいない。そこだけははっきり覚えてる。ちょっと強そうな犬で、そいつの肉を料理すると、ラッド値をいい感じで下げてくれる。つまり、ラッドアウェイの代替品になるものが作れた気がする。うん。だからまだずっと先だな、きっと。ダイヤモンドシティのあたりだったと思う。このラッド値をどのようにして付き合っていくかが非常に問題だな。まあ大丈夫だけどね。あ、何これ。全然意識してなかった。ベッドフォードステーション、全然意識してなかった。目的地があるって全然分かってなかった。レッドリボン軍のマークみたいになってるじゃん。ここ、なんだっけ。見覚えはあるかな。いや、でも今違うんだよ。今目的地が全然違うから。うん、まあまあ、ファストトラベル地としては非常に優秀だと思うけども、ちょっと今違うから、ちょっとここは、うん、目的をね、見失っちゃいけないんだよね。この動画の目的も、
結局リスニング中心って言ってて、そこからブレるともう前途と途端にダメになっちゃうから、今はとにかくまっすぐに、目的を見失わないように、あの、ミニッツマンのイベントの場所に向かいたいと思います。そうだな、いいな、成長してる、ゲームを通して僕は成長している。おお、びっくりした。マネキンか。あ、なんかすごい覚えてる。なんか、サソリがいた気がする。いないのか。サソリが別に必ずいるってわけじゃないのか。あ、ラットは、まあいいか。ちょっと調べさせていただきますよ。なんだこれ。いたびっくりした。ほらいたじゃんか。ちょっとちょっとコドワットさんお願いしますよ。もうそうやってやっちゃってくださいよ。もうほんと強かった気がする。すげえ強かった気がする。ちょっと待って、こうやった、やったか、やったか。ほら、あれ、ごめん、お前を撃った。ごめん。やべえ。あー、ごめん、コドバスさんを撃っちゃったっぽい。コドバス、すいません、コドバスさん。よし、あーぜ、すごい、まあ、記憶力がいいのは素晴らしかったけど、誤射はまずかったな。ちょっと、ちょっと、あれ？ Are you certain I'm the man for the job, sir? 回復早いな。いやー、びっくりした。そうだ、絶対出ると思ったんだよ。絶対じゃないけども、なんか記憶があったもん、なんかすげえ。いやー、そう、あと言葉遣いに関してですね、今すげーって言葉を使いましたけども、そういうのはね、後で聞いててやっぱりね、ちょっと違うなって思ったんで、そういうのはなるべく使わないようにしたいと思います。やっぱ丁寧に喋った方が自分として丁寧に聞きやすいです。こういう、お前か、元凶はお前か。Won't be able to pick this. うわ、なんだもう、なんかま、いや、また来るわ。あ、ここもすごく覚えがあるな。セットラーは敵じゃないよな。ここもそう、すごく覚えがある。なんかそう、このゴミの山のモールラットがいっぱいそう出てきて、俺はモールラットたちと戦わなきゃいけなかった気がする。ちょっとセットラーさんに話を、セットラーさん助けますか。じゃあちょっとセット、話をしましょうか。セットラーさん、あなた初のイベントがあった気がするんで、ちょっと、あ、ピックポケットじゃない、ピックポケットじゃないよ。は？あ、ごめん。今違ったね。今そうだね。今違ったね。おい、どう。よし。おお、まだいんの。おお、ちょっとした、ほら、多い。ネズミが多い。終わり？一段落？ちょっと話を聞かせて。まだいんの？もういいっしょ。ちょっと。あ、まだいいんだ。いつまで付き合えばいいんだ。あ、死んだ？あ、死んだわ。あれ？イベントなんかあった気がするけどな。え、この人じゃなかったっけ？あれ、なんかやった。いや、anything good じゃない。全然グッドなことないよ。あれ？なんかここでなんか頼まれた気がするんだよな。うわぁ、やっちまったか。きっとやっちまったんだな。まあいいや。これもまあ、旅の、まあ、醍醐味というか、味だと思う。うわぁ、なんか下手に前のプレイの記憶があるから、なんか損した感が結構あるな。全然知らなければこういう、全然こういうもんだって思えるんだけども、知っちゃってるからな。いやー、あのセットロは殺しちゃいけなかった気がする。あ、もうラットがいい加減やばいから、ラットを使うから、ラットが来てもまだ貴重なんだよな。めっちゃでしょ。300だから、あ、300でそんなもんなの。何をもって300って言ってんの。じゃ
このラッド値マイナス300の、このマイナス300のその300のその基準が全然わかんないんだけど、何を言ってる、何をもって君は300だっつってるの。体力回復させるためにちょっとあの、まあスティームパークはもったいないからどっかで寝られる場所で寝たいんだけども、この辺に寝る場所がありませんね。何で寝てたんだ、どこで寝てたんだろうな、あのセットラーは。なんか今日はちょっとなんかペース狂ってるのか。いやでもこれがこういうもんなのかな、本来な、多分ね、本来こういうもんなんすよ。多分こういうもんなんすよ、あのフォールアウトっていうゲームは。今まではちょっとあのかっちりきっちり行き過ぎていただけで、本来こういうゲームなんだね、ということにしましょう。よし、ちょっと待って、落ち着け、目的地はあっちだ。よし行こう。あ、こっちに何かあるな、こっちに何かあるな、こっちにあの看板みたいのがあるから、それちょっと見つけたいな。もういや、もうグダグダでも何でもいいや、もともと誰も見てないんだから、自分さえ良ければ何でもいいんだ。よし、なんかあの看板、薄いこの灰色の、まあ灰色じゃないけど緑の灰色の看板のマークに行ってちょっと見つけましょうね。まだ全然戦える体じゃないんですね。レベルがもうちょっと上がって、パークがもうちょっと身につかないと戦える体じゃないんで。あれ、ここ見覚えあったっけかな、見覚えあったか、全然覚えてない。チェリーって書いてある、これなんだ。待ってよ、敵いる、いた。これ強いんじゃないっけか、ミレルークって強かった気がする。あ、全然聞いてねえもん。あ、わあ、ごめん。やっぱ、初士貫徹で。ごめんなさいね。あ、追ってきてないよね。あ、やってるわ。仲間がやってる。仲間は見せてはおけないな。あ、でもな、ちょっと全然分が悪い。ちょっと、全然、あー、でもやんのか。くそー。あれ？これだ。死ぬなよ。死んだらこっち来るから死ぬなよ。絶対死ぬなよ。こっち来んなよ。よし、お、深追いすんな。いっぱいいるから、そいつが一匹だけとは限らないから。おい、ちょっと待って、ちょっと。よし、やった。ミレルークは群れが基本だから、ミレルークは群れが、ちょっと行くぞ、コドワード、ちょっと。あのこのゲームは仲間は死なないってことになってるけども、まあ、万が一ってことがあるから、万が一、まあ、死なないまでも見つけるのがめんどくさい事態になったらめんどくさいから、ちょっとなるべく、おーっと、おー、ちょっと、なんだよ、もうワイルドモングルよ。あれ、コドワースどこ行った。あ、いた。もういいや、ちょっと構うな。ちょっと俺もちょっとスティームパック使うわ。ちょっと待って、こんなはちゃめちゃでいいのか。記憶が蘇ってきたな。ここだ。ここ知ってるわ。ここやったもん。ここにいるってことでしょ。ここだよ。ここでしょ。違う？ここじゃない？ここだよね。ここのレーダーを倒せってことでしょ。ここやったことあるもん。ここじゃないの？ここのこと？あ、ここじゃないんだ。もう一個置くか。あれ？いやー、ちょっと、まあ、すごい、そうだな、思い出しちゃって、すごくスーパーミラクルめんどくさかった気がする、ここ。うわー、マジで？本当か。ちょっと皆さん、いいでしょうか。皆さんって僕ですよ。いいでしょうか。ここを、多分ここなんですよ。ここが、ここなんですよ。そう、ここがプラントなんですけども、ちょっとね、自信がね、ないですね。まあ、時間の問題もあるし、ちょっと装備的にも全然自信がないので、もうちょっと力をつけてからここに来たいんですが、そうですね、ちょっと退散させてください。コドワース君。ちょっと逃げよう。クリティカルの使い方も覚えてないから、ちょっと逃がしてもらって、ファストトラブルで三口周りまで行って、三口周りのあの例のあのアドバンスズのあのアドバンスズのあの金庫を開けて今日は終わろうね。多分これあのワープさせてもらえないんだよな。
戦闘中だって言われるんだよな。あれ、オッケーよかった。いやー、参りましたね。そうだ、ちょっと甘く見てたところがありますね。そうだね、ゲームプレイばっかりやってて戦闘のことをちょっと甘く見てたね。いざとなったら難易度下げればいいとか甘いこと言ってましたけれども、なるべくまあ下げたくないのは事実で、いやー今日はちょっとぼーっとしてた感じがして、ちょっと大変申し訳ない。うん、じゃあちょっとあそこ行きましょう。場所覚えてるんでね、場所はバッチリ覚えてるんで、アドバンスドの金庫を、アドバンスドの金庫を開けて終わろう。ここだな、よし。落ち着け。OK。Got it. Might that have been locked for a reason? はい。というわけで今日はこれまでですね、ちょっと、この後録画外で、装備を整えて、あそこの場所に行って、奴らをやってやりたいと思います。じゃあな、こだわず。お前との会話もまたどっかで企画してるからな。うん、長くなると思うからちょっと保留しといたけども。うん、じゃあ皆さんって、まあ、私ね。はい、さよなら。